こんにちは。ワクチン接種推進担当大臣の堀内典子です。本日は河野太郎前大臣、河野さんと呼ばせていただきます。河野さんにお越しいただいて、そしてワクチンの追加接種についてお話をしたいと思います。河野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は私から堀内大臣にワクチンの追加接種についていくつか質問をさせていただきたいと思います。接種を推進するためには、やはりワクチンを確実に供給するというのが非常に大切です。私が担当していた時は、製薬会社や卸の方々、あるいは自治体と直接いろんな話を伺って、この供給をどうやったらスムーズにできるか、いろんな工夫をしてきたわけですけども、今この追加接種でワクチンの供給計画というのはどうなっているでしょうか。確かにワクチンの確実な供給は接種の推進のために欠かせないと思います。まず現状ですが、約3200万回分のワクチンをすでに自治体にお配りしています。内訳としては、昨年12月までにファイザー社ワクチンを約1600万回分を、そして今年1月はモデルナ社製ワクチンを約1600万回分を配送しています。またモデルナ社ワクチンについて、当初は1月24日の週の配送を予定していました。しかし卸業者の皆さんの協力を得て、予定量の約1600万回分のうち約250万回分を1週間前倒しして1月17日の週に配送することができました。これはできるだけ早く配送してほしいとの自治体からの要望を踏まえて対応したものです。なるほど。大臣が直接卸の皆さんと調整をして早く配送できるようになったわけですね。はい、卸業者のご協力に感謝しています。次にこちらをご覧ください。これは1月13日に前倒しの方針を示した後の月ごとの接種対象者とワクチン供給計画を示したものです。この計画は、高齢者の方は2回目接種から6ヶ月、その他一般の方は2回目接種から7ヶ月とする前倒しを反映した数字になっています。対象者数の累計欄を見ると、4月までの累計が8063万人となっています。これに対し、4月4日の週までに配送するワクチンは合計で約8500万回分となります。 1、2回目接種者が約1億人ですから、約 85% のワクチンが4月4日の週までに届くスケジュールです。また余力のある自治体には順次さらに前倒しして接種するようお願いもしています。自治体が積極的に取り組んでさらに前倒しすることができるのはとてもいいですね。できるところがどんどん打てるようにするのは大賛成です。今後も計画通り確実な配送をお願いしたいと思います。ただ一方で、追加接種の総接種回数が1月27日の時点で350万回、対象に比べてペースが遅いという声がありますけれども、この点についてはどうでしょうか。追加接種の方針は昨年11月に決まりましたが、その時は2回目接種後原則8ヶ月の方を対象に接種を進める方針で、自治体には体制構築をお願いしてきました。その後1月13日にオミクロン株の流行状況やワクチンのさらなる確保を踏まえ、先ほどお示しした前倒しを決定いたしました。自治体の皆様方には接種券の発送や接種体制の構築の前倒しをお願いしているところです。調査によると、1月27日時点で全国の 97% の自治体が希望する対象者への接種を2月末までに終える体制を作ると見込んでいます。1月31日からは東京の自衛隊大規模接種会場もスタートしました。
追加接種は2月から本格化していくものと考えているところです。1回目2回目の接種も日本は外国よりも遅れてスタートしましたけども、結局最後は高い接種率で終えることができました。ぜひ大臣には自治体への働きかけに合わせて大学や企業の職域接種についてもしっかりと取り組んでいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。方針の変更で自治体の皆様方にはご迷惑をおかけしておりますが、自治体の取り組みを後押しすべく、私としても企業などへの働きかけも着実に進めてまいります。ワクチンの種類についてもお伺いをしたいと思います。3回目の追加接種はファイザーのワクチン、あるいはモデルナのワクチン、いずれを使ってもいい、交互接種も可能だということになってます。1回目2回目は同じワクチンを打っていただいてましたので、交互接種という話はありませんでした。ぜひ国民に対してこの有効性や安全性、交互接種でもいいんだという分かりやすいメッセージを出していく必要があると思いますが、大臣はどのようにお考えでしょうか。交互接種に関する情報発信については積極的に取り組む必要があると考えています。追加接種では1回目2回目で接種したワクチンの種類を問わず、ファイザーかモデルナ、いずれかのワクチンを接種することとなっています。できるだけ早く接種してもらうには、多くの方がファイザー、モデルナの交互接種を行うことになります。このため交互接種でも十分な効果と安全性が確認されていることが、ファイザー社とモデルナ社のワクチンはどちらも同じメッセンジャー RNA ワクチンであること、またオミクロン株に対しても追加接種することで入院予防効果や発症予防効果を改善できること、これらについて積極的に発信していきます。現在素材を集めているところですが、 CM、 新聞、 SNS などを通じて発信する予定です。オミクロン株にも効果があるんだったら、できるだけ多くの人にできるだけ早く打ってもらう必要があるんだと思います。情報発信ぜひ頑張っていただきたいと思いますし、私もしっかり協力をしていきたいと思います。専門家の中にはファイザー、モデルナの方がファイザーより効果が高いという意見もあるようですけども、その点はどうお考えでしょうか。確かにファイザー、モデルナの方が効果が高い可能性があるとの意見もあるようです。少なくとも交互接種と同種接種はどちらも十分な効果があることは確認されています。こちらをご覧ください。オミクロン株に対する効果に関する英国のデータです。ファイザー社ワクチン2回打った方が3回目接種を打った後のワクチン効果です。四角がデルタ株、丸がオミクロン株です。3回目を接種するとファイザー、モデルナの両方とも発症予防効果は回復しています。次にこちらをご覧ください。安全性についてのデータです。米国 CDC のデータでは、モデルナは2回目接種より症状の発現割合が低下するものもあることが分かっています。ファイザー、モデルナ、いずれのワクチンも十分な効果と安全性が確認されています。国民の皆様にはどちらでも早く打てる方を接種していただきたいと思います。本当にどちらでもいいんで早く打てる方を打っていただきたいと思いますね。私は1回目2回目は職域接種で、モデルナを打ちました。やはり副反応で腕が痛くなったり熱が出たりということがありましたけども、そんなに私は重い副反応ではなかったと自分では思ってます。3回目早く打とうとすると3回目も私はモデルナになるんだろうと思いますが、堀内大臣はどうですか。私も1、2回目はモデルナでした。
早く打てる方で接種する予定ですので、おそらくモデルナになるかと思います。私からも接種券が届いたらワクチンの種類を問わずになるべく早く打ってくださいということをツイッターで広く呼びかけていきたいというふうに思っております。今日は本当にいろいろありがとうございました。ぜひこれからも頑張ってください。こちらこそ本当にありがとうございました。また情報発信のご協力もぜひともよろしくお願いいたします。では最後に大臣から国民の皆様へのメッセージをお願いします。オミクロン株の爆発的な感染拡大を抑え、皆様の感染や重症化を予防するためには追加接種を早く受けていただくことが大切です。そのためにはワクチンの種類にかかわらず早く打てるワクチンで追加接種を行っていただくことが必要です。 1、2 回目と違うワクチンを打つ交互接種も重要となります。交互接種については同種接種と同様に十分な効果と安全性が確認されています。私は皆様のところにワクチンが一刻も早く届くように努力します。国民の皆様には接種券が届いたら希望される方はいずれのワクチンでも可能な限り早く接種されるようにお願いします。